ことはビッパを多分探さないといけないんだろうね。どっかに、この村のどっかにいるビッパを、ビッパを探せ始まった。このクソ広い村の中でビッパを探せって鬼だろ普通に。いや、わかんない。もうどっかに、この村のどっかに村ビッパがいるらしい。やばい、スルーしようかな。このこれさすがに無理な気がしてきた。建物の中、いやさすがにないっしょそれは。か普通に街中に座ってたりして、工事してるとこに見えた気がする。ここら辺、ガジガジ、やばい、ビッパのこの色わかんねえ。同調しすぎてビッパわかんない。あ、いたいた、もう一匹。ガジガジ、かわいい。わかんねえ色。あと一匹ってことは、ここら辺にもう一匹いいんじゃないの。で、あと一匹だけクソ難易度高かったりして、もう建物と建物の間に挟まってますみたいな。そう、発売2時間だから誰も答えを知らないのである。やばいって。ちょ、あと1匹ビッパ、しょ、どこにいるか探してくんね。寝てるよこいつ、使えねえ。やばい、終わった。一回常識っていうものを忘れてみる。 OK、 もう一回端からさ、いたー。お前わかんねえよこんな、お前こんなわかんねえってこんなわかんないよ。だってもう、だってこんな、こうやって来て見えないじゃん。ここに来てやっと描画されたけど、保護色すぎんだろこんなガジガジ、ふざけんなマジでずる。ひっと、これここだけでもう20分ぐらいかかりました。